電力線搬送通信。電力線搬送通信は、電力線を通信回線としても利用する技術。電力線通信、高速電力線通信、電灯線通信とも呼ばれる。電力線を通信回線としても利用する技術。450kHz 以下の周波数を用いるものを、低速 PLC、ナローバンド PLC、2から 30MHz を用いるものを、 高速 PLC、ブロードバンド PLC と呼ぶこともある。このうち 10kHz から 450kHz までの周波数を用いた製品の認可がすでに降りており、パケットデータ通信速度は 9600bps 程度である。日本でのブロードバンド電力線搬送通信については E-JAPAN 戦略におけるブロードバンドインターネット接続の一環として2001年、 平成13年から2002年、平成14年にかけて最初の研究会を総務省が開催し、主に電柱から建物へのラストワンマイル解消のため、屋外 PLC の実用化を検討したものの、電力線搬送通信からの漏えい電波が既存の無線通信、短波帯へ与える悪影響が大きすぎて2002年、平成14年8月に総務省が 規制緩和を断念した。その後も規制緩和の議論が進み、2006年平成18年10月に総務省が屋内に限り 2MHz から 30MHz の周波数使用を認める項目を追加する省令改正をしたのを受けて2006年平成18年12月から高速電力線通信対応製品が流通している。電力線は もともと高周波の電気信号を流すことを想定していないため、電力線搬送通信による漏洩電波が単波体を利用する無線通信等や医療機器に悪影響を与える可能性が大きすぎると無線従事者から指摘されている。電力線搬送通信に用いられる変調方式として以下のものが使用されている。電力線搬送通信機器は優先欄。 電力線優先、ランという経路の中継機、ブリッジとして機能するモデムである。電力線通信は、機器を既存のコンセントに挿すだけで簡単にネットワークを、制できる。日本国内において利用可能な高速電力線、通信機器の規格は、以下の通り。現在、それぞれの通信規格に、互換性がなく、同じ電力線で混在させると互いには、 ノイズ源でしかないため使用には注意が必要である。メーカー側でも販売の障害となるため、ソニー、パナソニック、三菱電機が中心となってケヘプカ、セプカ、コンシューマーエレクトロニクスパワーラインコミュニケーション、アライアンスという団体が設立さ、米国電気電子技術者協会において乱立する、規格を収束させ互換性を持たせるため、IEEEP1901 の名称で、 電力線通信のメディアアクセス制御方式と物理層の標準化を進め、規格の共存を目指す提案をしている。この提案には CDCF 信号というモデム間での割り当て時間を決める技術が含まれる。ブロードバンド通信として屋外電力線を使用する高速電力線、搬送通信は BPL と呼ばれている。当初2002年日本においても電柱から 建物内へのラストワンマイルとして、ブロードバンドインターネット接続の引き込み線として、既存の電力線を使用する携帯での利用が考えられていたが、電力線からの漏洩電磁波レベルが大きすぎて、短波に影響を与えることから、実用化は見送られた。日本国内での電力線搬送通信は、屋内利用に限られているが、有線欄、イーサネットケーブルや無線欄とともに、 ローカルエリアネットワークの一つとなっている。一般家庭向けの製品やビルや集合住宅内、工場内で回線を引き回す用途として各社から PLC 製品が販売されてきた。しかし2016年、平成28年現在の日本ではスマートフォンやタブレット端末が2000年代でパソコン接続前提での PLC が議論されていた。 時と技術のパラダイムシフトが起き、運営の差の普及率である。スマートフォンタブレット端末は Wi-Fi 接続や 3G 通信接続が当たり前になり、そもそもこれらの端末にはンポート自体がない家電量販店などで PLC 製品を販売している棚を見かけなくなった。屋内において 2MHz から 30MHz までの周波数の搬送波により、 信号を送受信する電力線搬送通信、交代域電力線搬送通信を実用化するにあたり、総務省の高速電力線搬送通信に関する研究会、情報通信審議会、電波管理審議会での審議を経て、屋内利用に限って規制緩和が実施された。それぞれの審議状況については、以下の通り、 2005年1月31日から同年12月22日までの間、屋内利用を前提に高速電力線通信機器と既存無線利用、アマチュア無線、短波放送などとの共存条件を検討するため、12回開催された。最終報告書において、機器が発生するコモンモード電流は周波数 2MHz から 30MHz までの範囲において、 コモンモードインピーダンス25オーム、線路の平行度16デシベルのインピーダンス、安定化回路網を用いて、帯域幅 9kHz で測定したとき、30デシベル、μA ーー、純線統治以下であることとの許容値案が示された。2006年1月23日から同年6月29日までの間、高速電力線搬送通信設備にかかる許容値、及び、 測定法について審議された漏洩電磁波を周囲の雑音以下にする投身、PLC 機器が発生するコモンモード電流は 2MHz から 15MHz、3 0 d b エ a 15MHz から 30MHz、2 0 d b エ a の許容値案が示された。なお、この際に仮定された周囲雑音レベルは 2MHz から 15MHz、 28デシベルミューボルトマイメートル、15メガヘルツから30メガヘルツ、18デシベルミューボルトマイメートルであった。2006年7月12日から同年9月13日までの間、電力線搬送通信設備の技術基準等の整備のための無線設備規則の一部を改正する省令案の審議が行われ、高速 PLC 設備の設置申請が個別にあった。 場合は、慎重に審査すること、万が一懇親が生じた場合には、迅速に対応できる体制の整備に努めること、漏洩電波に関して国際規格などが改定された場合には、必要に応じて技術基準を見直すことの不帯条件を付して、改正省令案が妥当であると答申した。このような経緯を経て2006年10月4日、無線設備規則の一部を改正する省令。 電波法施行規則の一部を改正する省令が交付され、同日付で施行となった。日本国内における電力線搬送通信の実用化にあたり、推進派と非推進派間で下記の点についての主張がなされている BPL2002 年、PLC2005 年。ナローバンド PLC による家電製品の制御としては、X10 が1970年代からあり、 欧米で使用されている。家庭用 PLC 機器は2000年前後から欧米を中心に流通している。PLC を利用したブロードバンドインターネット接続である BPL は電磁環境に及ぼす悪影響への懸念に対する配慮から小規模な試験サービスや地域限定での商用サービスに留まっている。アメリカ合衆国では アメリカ無線中継連盟が数回にわたり陳情を出し2004年10月に連邦通信委員会に通信との干渉対策として利用可能な周波数帯域を 80MHz まで拡大した性緩和が行われ地域ごとに既存無線局と干渉しない周波数帯を利用できるようにしたその一方で既存の無線通信への影響を避けるために 電力線搬送通信装置のデータベースへの登録義務定め、BPL の使用禁止周波数、使用禁止地域などの措置を新規に採用した。日本のように都市部に人口が集中し、ブロードバンドインターネット接続サービスが広く普及しているのとは異なり、土地が広いアメリカ合衆国などにおいては、基地局から各家庭の近くまで、光ファイバー等の通信網を張り巡らせ、 変圧器などの装置から家庭まで、ラストワンマイルの数メートルから数十メートルまでの短い距離を電線で搬送するタイプの BPL が用いられる。ヨーロッパの場合を述べる。スウェーデンでの実証実験では、手軽に利用できるという肯定的な意見がある一方、家電製品の使用状況によっては通信できない場合もあるため、使いづらいという否定的な意見も出ている。 2003年にまとめられた ECC レポートにおいて電力線からの漏洩電解が CISPR22 クラス部だとしても大きな干渉問題を引き起こすことが指摘された。その後、2004年から2008年までオペラというプロジェクトが欧州連合の PLC フォーラムの支援下で BPL の商用化研究を推進している。納豆 t 軍、北。 大西洋条約機構の研究技術機構は技術報告を公表し、その中でイギリスやドイツでの実測値をもとに1970年代のアメリカ合衆国での測定に基づく ITUR 韓国 P372 から9に示された環境雑音の値はヨーロッパでは未だ適切であること無線通信やコミント コマナカヨショインテリジェンス通信防止による情報収集の確保のためには、同韓国のクワイエットルーラル、静音な電園地域の値より1から10デシベル、低いレベルでの規制が必要なこと、PLT は XDSL に比べ多大な渾身問題を引き起こすことなどを主張し、絶対防護要求は PLC からの漏洩電解強度としてマイナス 15D ブー、ボルトマイメートルであるとしている。 大韓民国では、漏洩電解による規制値を定めた上で、単波帯電力線搬送通信の利用が解禁されている。アマチュア無線バンドについては、屋内外ともに PLC の使用が禁止されている。同様に、航空無線用の周波数は屋外に限って PLC が使用できない周波数に指定。漁業無線局の近傍では、PLC は 漁業無専用周波数を使用することができない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。